はい、どうもこんばんは、ちです。ということで、スベアを買いました。ちょっとこの開封していきたいと思います。それとね、サイレンサーっていうのが売ってたので、ついでにこれを組み込んでいこうと思います。あとは、何やったっけ、カーボンフェルトっていうのも一応買いました。ではやっていきたいと思います。これすごい万能なのに燃えないんだよね、このカーボンフェルトっていうのはね。で、コイルを巻いて、とりあえずプレヒート用のなんかこんなの作ってみました。よし、開けてみよう。お、説明書とかなんかいろいろいっぱい入ってますけど、ガソリン系はやっぱりちょっと高いですね、何もかもがね。あ、ずりずり、よいしょ。よっ。お、よっ。はい。ここにホワイトガソリンを入れて、ガソリンストーブなんですけど、一回やってみましょうか。コロ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 。よいしょ。うまいこと負けるのかな、これ。大丈夫や。こんな感じで。見えるかな。こんな感じ？うん。もうちょっとなんか、うまいことできへんかな。まあ、いっか。とりあえず固まってくれたから。よし。そしたらプレヒートの方していきたいと思います。アルコールね。それではホワイトガソリンの方を入れていきたいと思います。これ入れれないから、ジョーがあるんですけどね、買ってないんでシリンジで入れたいと思います。よいしょ。 50cc ほどでいいかな。 50cc と、はい、よいしょ。およっ、チュー、ニュー。とりあえず 50cc 入りました。締めとこう。これ硬いな。まあ安全にはできてるんやろうけど。よし。いって、プレヒートやね。さあ、どれだけの音が出るのか。はい、それではプレヒートの方していきたいと思います。燃えへん布っていうのはやっぱいいね、カーボンフェルト。これは最高ですわ。よし、今プレヒート中です。よしよしよし、もういい感じやね。いきまーす。おお、いい感じ、安定するね。よっ、どう、あ、逆か、こっちか。
どう？うるさいな、やっぱり。これぐらいの炎かな。まあこれで最大かな。やっぱうるさいよね。振動もすごいし。はい、結構な音がしました。ちょっと冷まさないと次の作業に行けないので。うまいことでも火出るね。綺麗な炎ですわ。ちょっと冷ましてから、次行きたいと思います。なかなか冷めないね。ちょっと待ってたんですけど。よいしょ、とりあえずバラすね。よっ、これでチューリップが取れるはず。もうちょい、どこや。これでチューリップが外れた。こんなのね。で、で、のみなんですけど、これをここに入れることによって蓋が外れます。かしめてるだけやからね。よっ、これで蓋が外れるので、こんな感じ。さあ、つけていくか。で、ここに、よいしょ。おー、これだ、これ。サイレンサー。いっぱい穴開いてるよね。これをここにつけると。まだ熱い。もう熱くないね。よし。こんな感じでつくらしいです。軽くどつけ言ってた。逆の方が。これはもう使いません。こんな感じ。もう落ちませんね。さあ、どんだけ音が軽減されるのか。今、クーラーの音が入ってるからね。うるさいけど。よいしょ。よいしょ。ん？マスが入ってるよね。なんか、わしの目がおかしいのか。いや、入ってるよ、ちゃんと。よし。アルコール。よし。ほんまにすごいね、これ。びっくりするわ。もうちょい入れにくいな。よ、まあ、こんな感じ。よし、それでは、うん、よし、完璧。よっしゃ、プレヒート中。
おお、綺麗な炎が出ますわ。すげー。ちっちゃくしたらどうなる？おお、青い火に。おお、強いね。いいね。静か静か。よし。うん。全然いい。めっちゃ使える。まあ、このサイレンサー部分だけでもすごい高いんですけどね。本体よりもしいひんけど、それぐらいするから、いや、どうかなと思って買ってみたんですけど、いいわ、これ。よし。あとは何や、空母リング、よいしょ、接着してみました。これでぴったり収まるのでいいんじゃないでしょうか。熱いわ。あちあちになってる。これでちょっとは風が軽減されて大丈夫かなと思いますけどね。まあ、こんな感じで煮炊きができるみたいなんですけど、めっちゃ可愛いね。でもすごい根強い人気があるスベア 123R なんですけど、こんな感じでこれがこうなるから持っていけるんですけどね。スポット。でこれでお湯が沸かせれるっていう。もう一つ、これ熱くなるのね。よいしょよいしょ、ぴったり収まるのね、これが下で。だからこんな敷物なくても、ね、これでも OK かなとは思います。もういい感じやん。なかなか私は気に入ったよ、これ。うん。これ、なんでガソリン系にするかというと、ガスを使った場合、気温0度以下になると、ドロップアウトしてガスが使えなくなるのね。今、イソブタンとかプロパン配合によりパワーアップしてるガスは出てるから、うん、比較的低温下でも使えるのは使えるんですけどね。その点、液燃は、気候関係ないですからね。まあアルコールとかガソリンが凍らない限りは安定した火が使えますね。うん、寒いキャンプの時とかは使えるかなと思いますね。うん。あともう一つあるんですけど、またそれは次回紹介させてもらいます。いやー、いいおすべやに人気があるのがよくわかるね。うん。まあ、ホワイトガソリン自体が入手しづらいっていうのもありますけどね。クリアな燃料。まあ、でも、それにも増して、まあ、そんなに減らんからね。まあ、アルコールと一緒にどこかで仕入れればいいかなとは思いますけど。うん、あとびっくりしたのが、やっぱりこれカーボンフェルテほんまに燃えへんねんな。びっくりしたわ。これプレヒートずっとここにつけとくだけでいいもんね。熱いから取れるかな。ちょっと取ってみようか。黒くてわからんかもしれへんけど、よっ、よいしょ。ほら、ここプレヒートのこんな感じ見える？うん、ここに、カーボンフェルトを巻いたんですけど、ここに、うん、染み込ませれば、ちょっと入れにくいですけどね。まあ、スポイドかなんかでいいんじゃないかなとは思う。ね。いやー、いいと思いますよ。すごく。うん、こんなもんで入れましたけど。ここにね、ジョゴがあるんですよ。
で、そこからこうビーって入れれるようにはなってるんですけど、買うの忘れてね。一緒に買えばよかったんけど。うん。まあこれで低温下でも火は使えますね。まあほとんど薪炊くから、使うかって言ったら使うねんっていうのはありますけど、でもこれだけ持ってなんか外でご飯食べたいなと思ったら、うん、軽量コンパクトですからね、なんても。むちゃむちゃちっちゃいですもん。ね、ここでお湯沸かせるし、ごとくもこれ動くからね、熱いな、こう、こう。で、大きいお鍋でもかけれるから、外に向けるとね、もうちょっと大きいの。これでもいいですけど、この辺ぐらいまでの鍋やったら置けるからね。もう、根強い人気がある秘密がよくわかりますね。で、これ全部ばらせるから、私ばらしたことないからわからないけど、ニードルとかなんか全部これ掃除できて、替えとかも売ってるから全然使えるんじゃないでしょうか。はい、ということです。スベアの紹介でした。では、お疲れ様でした。